じゃあ先生、前の先生も言ったの学習ですね、ビッグさんの、はい、じゃあもう一回ね、あの注目しているのでお願いします。じゃあ、まず名前から教えてください。マラリミドルです。ゆっくりね、ゆっくりね。そう、ゆっくりで。私の名前はバンダリビドゥルです。バンダル、ビンダルさん。ビンダルさん。バンダリさんね。あ、ビドゥル、ビドゥル、バンダリさん。ビドゥル、バンダリさんね。先生で、ま、前も私の話の時も。そうです、大丈夫ですよ、はい。バンダリさん、あの名前はゆっくり教えて言ってください。ゆっくり。ちょっとネパールの、ね、人たちの名前難しいのでね。ディフェクトなんで。はい。じゃあもう一回お願いします。名前を教えてください。バンダリビドゥルです。OK、OK。そのくらいで。はい。今、ね、バンダリさんの年齢、年を教えてください。何歳ですか？今、19歳です。19歳ね。はい。バンダリさんの生年月日、バースデーを日本語で教えてください。2004年9月28日です。はい。じゃあ次の質問です。バンダリさんの家族は何人ですか？3人です。3人。はい。家族はバンダリさんの他には誰と誰がいますか？両親と私がいます。両親ね、はい。お父さんとお母さんですね。はい、先生。そうですね、はい。バンダリさん、お父さんは今何歳ですか？まあ、45歳です。はい、わかりました。じゃあ、ルールなんでね、流れで聞いてきます。バンダリさんは、今何をしていますか？学生ですか？働いていますか？学生です。学生。大学生ですか？それとも、はい、先生、大学です。はい。大学では何の勉強をしていますか？マネジメントでアカウントを勉強します。大学ではマネジメントのアカウントを勉強している。会計ですね。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問です。日本語はいつから勉強しますか？何ヶ月ぐらい勉強してますか？2ヶ月ぐらい勉強しました。2ヶ月？前回会った時も2か、お話した時も2ヶ月って言ってませんでしたっけ？はい。そしたらもう4ヶ月ぐらいになると思いますけど。そうね、そう。リメルマトラバーだ。6ヶ月、先生。うん、6ヶ月。はい、先生、はい。うん、ああ、そうそう。じゃあもう一回聞きます。日本語を勉強してどれぐらい、何ヶ月ぐらいになりますか？6ヶ月ぐらい、先生。はい、そうですね。はい。日本語の教科書は何課まで終わりましたか？すみません、先生。はい。日本語の教科書は何を使っていますか？第15課です。15? うん。15課まで終わった。はい。はい、わかりました。じゃあ次の質問です。1日に何時間ぐらい日本語の勉強しますか？2時間勉強します。ん？もう1回。もう一回教えてください。何時間勉強しますか？2時間勉強します。2時間ね。はい。何時から何時まで勉強しますか？8時から10時までです。うん。はい、わかりました。日本語の資格テスト、何か合格しまし、していますか？いえ、受けません、先生。まだです。じゃあ次、何月に受けますか？来月。そうだね、7月だよね。はい、わかりました。頑張って受かってください。はい、先生、はい、次の質問です。はい、
日本語学校に、行くとき、日本に留学するとき、お金を出してくれるスポンサー、支弁者は誰ですか？父です。お父さんね。はい。お父さんの仕事は何ですか？農業です。農業だね。はい。わかりました。では次の質問になります。前回も聞きましたが、もう一度改めて聞きます。できれば日本語で答えてください。どうして日本語を勉強しようと思いましたか？日本語はネパールのよりいいですか？ですから、日本は物価も安いし、日本の文化もいいし、日本は便利な国ですから、日本へ行きたいです。はい、わかりました。日本語学校で勉強した後は、まあ、前回も聞きましたけど、どうしたいですか？大学に入りたいです。大学ね、はい。大学では何の勉強したいですか？マネジメントでアカウントを勉強します。そうですね、はい。日本の大学で勉強した後はどうしますか？ネパールに帰って仕事をしますか？それとも日本で、仕事をしますか？日本の銀行に仕事をします。うん、日本の銀行で仕事をしたい。じゃあ日本の銀行で仕事をした後はどうしますか？ずっと日本で。ネパールの帰ってとき、銀行のボランティアを始めます。うん。うん、はい、わかりました。ね、せっかく明確な目標を持ってるからね、頑張ってください。はい、先生。はい。まあ、前回も聞きましたし、先ほども言ってましたが、日本について知っていることや日本に興味を持っていること、または日本でやってみたいことがあったら、それぞれ適当に教えてください。すみません、先生。知っていること。うん、すみません先生、もう一度お願いします。日本について知っていることがあったら教えてください。着物です、先生。ん？着物。着物ね、はいはいはい。何か日本で興味あることありますか？やってみたいこと、行ってみたいところ。インターネットを見ています。そう、それで日本でやってみたいこととか、行ってみたいこと、行ってみたいところはありますか？富士山と桜です。富士山と桜です。そうだね、はい、わかりました。じゃあ前回もやりましたけど、少しテストします。ひらがな、カタカナ、大丈夫ですか？はい、全然大丈夫です。はいはい。じゃあこれ何ですか？地下鉄柱。地下鉄柱ですね、はい。これは何て書いてありますか？住所。住所、はい。これは病院。郵便。郵便、はい。何？はい、じゃあちょっとお次カタカナです。はい、先生。これは何て書いてありますか？ブッケ。ダンサケだね、うん、はい。これはコンビニ。はい、はい、じゃあ大丈夫ね。ちょっと軽く漢字は分かりますか？少し漢字少し分かりますか？はい、少し分かります。はい、じゃあね、漢字ね、これ読めますか？駅です。これ読めますか？富士山です。お、素晴らしい。
これは分かりますか？字が読めないか。リオキン。素晴らしいです。じゃあこれはこの辺かピントを。これちょっと難しいかな。留学。お、OK。はい。OK です。ありがとうございました。まあ、前にもね、やってるんで、もう少しね、頑張ってテストを受かるように頑張ってください。はじめまして。すみません、先生、ごめんなさい。大丈夫、大丈夫。それは大丈夫。もう、わかりましたから大丈夫です。まず、日本語のテストを頑張ってください。はい、先生。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、先生。